大変です、大変です。アマゾンブラックフライデー先行セール始まってる。はい、というわけでどうもカチャンネルでございます。もう朝の5時からですね、もういろいろ見てましたよ。いや先行セールって言って、しかもさ先行だからまあちょろっとだけかなと思いきやですね、すげえ数。ほんで昨年も確か同じことやっていて、本番始まった方が安くなるんじゃないのかみたいな思ってたんだけども、私が確認する限りそこら辺ねなかった。だから数足してしまったら売り切れてしまうのよ。ということはよ、先行セールで行かないといけないっていうこと言ってアマゾンさん、もっとまあ、ということで早速チェックしていきましょう。さあということで、あのブラックフライデーすでにもう始まってるみたいなもんなので、まず最初の儀式、最大 12% アップの、ポイントキャンペーンということで、プライム会員なら 2%、 そしてカード使ってるなら 3%、 他にもホビー商品、こちらあだからクリスマスプレゼント、今ポチってしまえば 7% のポイントアップキャンペーン受けれます。はい、ということでポイントアップキャンペーンにエントリーする、こちら概要欄の方にねリンクあるので、ぜひチェックしてみてください。ポイントアップは、そしてで 0.5% ポイント還元が行っております。ほんで最大これ1人当たり1万ポイントまでアップするっていうことは、計算すると20万円、行こう、1、10、100、1000、万、10万。ほんで今ねみんなチャージしまくってるっていうことで、ベストセラー1位になってるはい、今すぐ購入。はい、ということで無事チャージの方も完了いたしました。こちらも概要欄の方にリンクあるので、ぜひチェックしてください。そして今回紹介するやつね、概要欄に全てリンクを貼り付けてるはずだと思います。というわけで早速中身の商品の方を見てみましょう。とりあえず20万チャージしたからね、1万円分だけ余裕に散財ができるぞということで、はい。さあそんなわけでね、もう本当にご覧のようにね、もう多種多様なものがですね、もう先行セールでもう発売開始となってしまっております。困った困ったすごいお祭りじゃないか。さあということで、まず売り切れやすいものっていうか人気の高いもの中心に今回はお届けしたいなと思います。今まで私のところでね、売れに売れた商品というかですね、はい、そこを中心にまずはチェックしていこうと思うんですけど、まずアップル製品で、アップル製品の中でもまあいろんなものがあるんだけども、アップル製品あるのがちょっと渋め、値引きは渋めなんです。ただただやっぱり人気があるということで、だいたいすぐ売り切れてしまうっていうのがこのアップル製品。ほんでこの中でもこちらですね、エアポッツプロ第2世代マグセーフ充電の USB-C のタイプ、はい、こちらのやつがなんと現在だと 15% 引き、今ベストセラー1位になっていて、これいつ売り切れるかはマジで分かんないといった商品になっております。あ、ほんで郵便番号は事務所の郵便番号なのでご安心ください。あ、プレゼントギフトお待ちしてますじゃないよ、はい。ほんでこれが多分ダントツに売れるのは間違いない。ほんで今回ね、あのタイプ C になったということで、はい、いろんな汎用性が高くなったんじゃないのかなと思います。そして他にも見てみると、はい、こちらは M2 搭載の、MacBook Air、こちら 6% 引きでございます。2頃、搭載していて、8コアの CPU と8コアの GPU を搭載しております。 M2 搭載のやつね、私も軽いから持ってたんですけども、うちの従業員のね、あのタッチの方に行ってしまいましたもう私のじゃありません、もうタッチのところに行ってしまいました。はい、それにより仕事がはかどるといいでしょうというか、母さんめちゃめちゃ良くなりましたみたいなね。古い MacBook Air 使ってたからね、あの仕事の効率化もできたようで何よりでございました。そして本当にね、いろいろ高くなったんですけども、 iPad こちらは 10% 引きで、44,800円となっております。本当ね、 iPad 一重に売っても7万8万、はたまた10何万ってやつもたくさんあるからね、これはまだ入門しやすいものなんじゃないのかなと思います。さあということで、他私のね、ここ最近というかこの数ヶ月で、ね、何が一番売れたのか、はい、1位のやつお教えいたしましょう。山沢さん監修レイズプロテインでございます。これお1000個は売ってんじゃねえのかな今まで。いくらいくら1000個で、お山沢さんと面識はないんだけどさ、おまあ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 売ったね。まずなぜおすすめなのかというと、ある程度の価格だからですね。2700円ということでとてもお安い、そしてある程度の、味ということで、とても人気なんじゃないのかなと思います。なんかね、2日で10万食売り上げるとかね、すさまじい数を売ってしまうというこのプロテインで、私のおすすめで言うとチョコレート、ほんで昨日っていうか最近はね、カフェオレ風味、いろんな味があるからね、カフェオレ
風味の方を飲んでおります。ただこっちの方はね、ちょっと厳しめに言うとちょっとダマになりやすいかなって感じがするんだよね。特にカフェオレはね、ダマになりやすい。まあでもちゃんと混ぜればいいんだけどね。ほんでこれ定期お得便とかにするとね、さらに安くなるという、まあこれ消耗品だからね、ここら辺入会するのもありなんじゃないのかなと思います。ちなみにね、うん、今ねバルクはね、人生で一番最強、一番筋肉ついてる状態でございます。はい、山様レイズでね、私も日々成長しておりますので、はい、来年3月31日のフルマラソンまでに体仕上げて、バキバキにした体で走るっていうことをやりたいっていうね、上半身重たくなって走りづらいっていう、はい、そういった矛盾したことをやっております。ほんでね、この前食べたんだけど、これ今回こちらも、セールになっておりました、プロテイン餃子でございます。これ美味しくて楽しいということで、これ2個ぐらいちょっとポチっておこうかな。ありがとうございます。これ昼休みでみんなで食べたんですけど、まあジューシーで、ほんでね、餃子と比べるとどうなんだろうね、本物とほぼ遜色がない、なんかちょっと違うのを感じるかもしれないけど、これまたポイントとして油水なし、簡単に調理ができるっていうのもポイントでございます。はい、忙しいあなた、画面の前のあなた、簡単に焼くことができてしまうっていうのがこのプロテイン餃子となっております。これ 23% 引きだからね。ほんでこっちもね、忙しい時にポロって飲むだけだからね、この辺なんかもいいんじゃないのかなと思います。過去1ヶ月で1万点以上購入されましたというね、バカ売れ商品ですね。そしてサイバーマンデーらしく他のものもチェックしていこうかと思います。さあ、ということで先陣切ったのがアンカーでございます。アンカーのサウンドコア3ね、こちらなんか結構安くて、ある程度の音が出てしまう、しかもね、防水設計ということで、これキッチンの水はね、キャンプアウトドア水濡れの心配がございませんということで、これいいよね。これからアウトドアのシーズンはもちろんですね、カフェなんかに置いてもいいのかな、なんかちょっと思ったりしております。これいいね。そんでね、まあまあ新しく発売されたやつも対象になっておりまして、こちらです、アンカーのサウンドモーション X600、Bluetooth スピーカーってやつで、これね、ポイントとしては 50W 出力、先ほどのやつが 20W 出力。ほんでまあこの W 数によって音量とかそこら辺のなんだろう、深みとか重みとか結構変わってくるから、これ 50W ということで結構なもんでございますよ。ほんでこちらもですね、 IPX7、防水規格ということで、お外で使っても結構な安心感があるんじゃないのかなと思います。でこれ普段2万円だからね、それが 15,992 円ということで、こちらもね、なかなかお買い得になっております。実際これ音聞いたことあるんですけど、発表会かで、いいのよ、いいのよ、これ楽しくなっちゃうよね、持ち手もあってね。そしてイヤホンですね、もうこれもバカ売れイヤホン、ライフ P3、 こちらは 28% 引きで、6490円となっております。特にね、割引率が高め、3割ぐらいになるとね、アンカーではかなり高めのものになっております。そしてこれです、アンカーのユーフィースマートトラックカードということで、今私これお財布の中にですね、じゃじゃんとこちらが入っております。これによりお財布の位置、お財布の場所を、音を鳴らすことができてしまうという、おマジでね、マジでお世話になってる、毎度毎度お世話になってて、毎度毎度紹介してるんだけども、これうちのところでもめちゃくちゃ売れてる。やっぱこのカード型ってのが良くて、まあ 2,3 年ぐらいしか使えないんだけど、ほんでまた買い替えになるんだけど、まあ1年あたり1000円ちょいぐらいで使えてしまう。それで財布をね、探す時間もったいないでしょ、どこなんだよ、ストレスみたいな、見つかりやすいです、めちゃくちゃ見つかりやすい。ほんで普通に、例えばアップルのとこやと、これ探す機能に普通に対応してますので、カズーウォレットでサウンド鳴らすと、はい、ほんでこの画面上で地図なんかも表示できるから、だいたいどの場所に忘れてきたかとか、ほんでね、これの近く iPhone 持ってる人が通るだけで、すぐ場所がね、ある程度分かってしまう。だから盗まれたりとか、どっか電車を置いてきてしまったり、タクシーに置いてきてしまったりした場合であっても、だいたいある程度の場所がですね、分かるようになっております。そしてこちらの方は 33% 引きということで、これも同じくトラッカーでございます。また価格がちょっと安くて、電池の入れ替えなんかもできるようになるということで、あの鍵とかそういったものに私はつけております。アップル純正のものももちろんあるんですけども、ちょっとお安い。ただ探すとかで機能は制限されてるっていうか、機能がなくて、残り 3m だよとか 10m だよみたいな機能はございません、こちらの方は。でもこれでも結構十分かなという感じでございます。あるとないでは大きな違い。これもお祝いしてもいいのかなと思うんだけども、出張の時に必ず持って行ってます、サンダーボルト4のケーブル。これサンダーボルトついてると、もう基本的に充電速度
度も速いし、テレビとかにもね、あの映像出力することできるし、もう本当いろんなものがごちゃ混ぜに機能が入ってますよっていうのがサンダーボルトのケーブルでございます。ほんで3ではなく4なので、さらに性能も高くなっており、下の方に書いてあるように、8K の対応ね、 8K の出力できるんだよ。そして 40GBps の、高速データ通信も可能になるということで、デジタルカメラとパソコンをつないでこれでデータを転送したりとか、いろんなことに使えてしまう。しかもこれね、そこまでごつくないから持ち運びしやすいっていうのがこのケーブルでございます。ケーブル部門で一番の売り上げを誇りました、うちのところでね。これ私1本持ってますけども、すごいおすすめなので、ケーブルの中ではこれ1個持っとけば間違いないと言えるでしょう。そしてアンカー製品の中で最も私のところで売れてるのがこちら、体重計でございます。今朝も実は測ってまして、はい、こちらでございます。こちらこんな感じでしっかりと測っております。毎日測っております。1キロぐらい痩せました、減量始めて。今月からね、減量始めてるんですよ。1キロ痩せました。やっぱり毎日体重計に乗るっていうのはすごい大切なことで、上がったり下がったりを見ることで自分の調子が分かる。そしてあの体重、なぜね上がりやすい時ってどういう時なのかというと、暴飲暴食の時期、それは間違いないです。ただ一つ欠けてることがあります。体重計に乗らない時期、怖くて乗らないのでしょう。毎日乗りましょう。現実を受け入れましょう。それがなんと今なら 38% 引き。これ値引き率高いんですよ。安価の中でも特別高くて2490円でございます。おめでとうございます。ほんで私これ実は1年間ぐらい使っておりましたね。ほんでこっち2490円ということで、近くでアプリを起動させてあの体重計に乗ることで記録されます。まあでもそんなね、増差もないことかなと思うんですけども、さらに高機能のモデルなんかもございまして、これが、ね、P2 Proというものでございます。これは何がどう変わるのかというと、データを蓄積してくれるんですよね、本体に。そしてこれ Wi-Fi 確かつながると思うので、 Wi-Fi でそのまま送信してクラウドの方に、ね、データを置いておきます。ほんでアプリの方を起動するともう勝手に同期されてますわみたいな感じのことができてしまうというモデルになっております。ちょっと高機能なんですけども、こちらも 31% 引きということで、なんと5000円を切ってきております。ほんでね、やっぱアプリ自体が出来がいいのですごい見やすい。今までいろんなメーカーの使ってきたんだけども、アンカーのやつが個人的には一番好きなアプリの見え方がしてるんじゃないのかなと思います。さすがいろんなアプリを作ってるだけはある。そして今現在私が使っているハイエンドのモデルでいうとこちらですね、 25% 引き、ちょっと渋くはなってるんですけども、これがあると見てください、こんな感じのね絵が出てくるんですよ。まあでもあんま使わないけどね、こんな感じの絵が出てくるということで、はい、ちょっと楽しいんじゃないのかなというもののモデルでございますね。 3D モデリングされた。さあそして次、はい、次いきますよ。アンカー来たら CIO ということで、 CIO もやっぱ私のとこで売れるとこなんですけども、何を土地狂ったのか、 CIO カラビナ付きケーブルホルダーって、何これみたいなね、何ですかと。一回これポチってみますか。いやもう一個、2個ポチっとこう。はい、さあこれ何なのかというとね、嘘だろうと思ったのは、見てくださいこれ、こんな感じでタイプ C を差し込んでる、なんか取れてしまいそうとも思うんだけど、まあそれは置いといて、こんな感じでカラビナで持ち歩くことができるといったシリーズですね。服とかいろんなところにかけておくことができるから、ちょっとええやんみたいな感じのことを思ってしまってですね。ほんで今回これに合わせてですよ、あれこれケーブル短くねみたいな、シリコンのやつ見てください。今回ですね 0.15m のものが、発売開始となったようでございます。なので今のに合わせて2個ね、これもカートに入れていきたいなと思います。ありがとうございます。やばい、もう7000円ぐらいになってきてる。はい、でシリコン製のケーブルは本当にね、もうこの見た目の通りでグニャグニャなる、癖のつくところがね、本当にね癖つかずくるんとなるから、めちゃめちゃ取り回しが楽なんですよ。そしてこれ CIO、壁差しタップということで、見てくださいこれ。今ですね、カフェの方で私の別荘のところで使ってるんですけども、これでいろんな機器を充電しております。そしてコンセントも挿すことができるから、コンセントの 100V の拡張もできて、とても便利。1個壁に挿すだけでスマホの充電はもちろん、他のいろんな家電も使えるようになって、かなり使い勝手はいいものでございます。こちらが、25% 引きの、4480円となっております。そして出張にはもってこいのものということで、こちら 27% 引き 30W のやつでございます。めちゃ小さいのよ。
見てください、卵1個よりも小さいというこのサイズ感やばくない？そして私が出張に持っていくものということで、それでいうとこちらの薄型モデルになっております。空張りもありますので、私白モデルを選んでおります。ほんでこちらも見ての通り、見てください、厚み 13mm しかないですよ。それで、今回のやつだと 45W の充電ができるようになっております。そして出張には持ってこいということで、 CI 用のケーブル、こちらタイプ C のケーブルが付いていて、まあこんな感じでね、マックス 35W の充電だから、こういったね MacBook Air とかそこら辺も充電することが可能。大きさも可愛らしい。そしてあのこれちょっと興味あったんだけども、 Apple Watch 用のモバイルバッテリー、いや癖強いよこれ、癖強い。ほんでまあまあいい値段するんですけど、癖強っていうね、これちょっと気になるよね。見て見て、こんな感じで充電ができてしまうという商品でございますね。いやこれちょっといいよね、認証品なんだ。しかもコンパクト、本当に小さいやつなんですけども、やっぱ Apple Watch ね、これだとまあ3日近く持つけど、他のやつだとまあ1日とかで終わっちゃうからさ、これ1個あるだけでかなり持つ、ようになるんじゃないのかなと思います。古くてね、1日ちょっとバッテリー持たないっていう方もいるかもしれませんが、お昼休みとかね、これでちょろっとねモバイルバッテリーで充電してあげればできるよ。ちょっとカート入れとこ、入れとこ、これはい、ということでございました。ではもうちょっと残り日用品ちょっと見ていきましょう。うちのところで、バカスカ売れてたっていうね、それがやっぱりタオル研究所の製品になっております。ほんで我が家ではフェイスタオルということで、バスタオル使いません。一人一枚、フェイスタオル、なんか嫌でしょ、大きくなった時にね、お父さんの使ったバスタオル嫌だみたいなね言われたくない。でもこれ一人一枚使えばみんなある程度乾く。ほんで私ロン毛だからね、一応ロン毛でもこれ一枚で普通にこと足ります。ほんでこれスピードドライ 3D ってやつで、待ってよ、ほんとね、これ2年ぐらい前にこれ購入してるんですけど、他のやつね、未だに現役、1年に1回帰ろう言ってるのに未だに現役なのよね。ちょっとこれね、買ってみようかな、これ5枚セット、ちょっと試して使ってみるわ。このスモークブルー、これ入れるわ。いやほんとにね、フェイスタオルにするだけで洗濯めちゃくちゃ楽だからね、めちゃくちゃ楽。さあそして他にも売れているもので言うと、炭酸水でございますね。富士山の炭酸水ということで、前回買って、はい、こちら別荘でいただいております、ありがとうございます。ほんで、こちら水なんかもお安くなってきております。はい、ブラックフライデー先行セールということで、2131円が1600円ということで、しかも運んできてくれる、配送業者の方ありがとうございます。そしてこれなんかもね、謎にすごい売れていたという、シリカが入ってるというね。シリカとは一体何なんだろうって、何なんですかシリカは。シリカとはミネラルの一種です。あーなるほど、食事から摂取することができますということで、なんか健康的な感じなのこれ、シリカって。ちょっとよくわかんない、でも売れてます。しかもあっていうか、いやそもそもが安いんだ。だってこの24本入りで1600円と比べて1200円ですよこれ。あでもこっちの方が安いけどね、ある程度安くってシリカが入っている、ね、いいね。さあそんでね、このマジカルほうき、なんかめちゃくちゃ2点しかない、ブラックフライデー先行する2点しかない。これね、うち工務店でやってる、めちゃくちゃこれ集めるの楽なのよこれ、めちゃくちゃ楽、マジカルほうき。待って待って、2点しかない。おお、もう1個買っといた方がいいんじゃないこれぐらい、いいやつ買っとくか。これこれマジでいいんだって。ごめん、もう残り2本しかなかったから買うわ俺。めちゃくちゃいいのこれ。残り1本は誰の元に行くかはよく分かりません。ベストセラー1位だってこのカテゴリー冷気部門で。そしてこれ驚異のおむつ袋ということで、赤ちゃんお持ちの方、はい、うんちの匂いとかね、おしっこの匂いですら、まあまあゴミ箱ずっと入れていくと大変なことになります。これ入れると本当に匂いがね漏れづらい。ビニールっていろいろでナイロン貫通するんだけど、それがね匂い貫通しづらい素材を使ってるから本当にね簡単なのよ。ほんで個人的には私 SS サイズでおむつ入るのでこちらを使っております。そしてこちら、流せるトイレブラシということで、これなんかも非常に売れておりまして、36% 引きで795円となっております、ありがとうございます。そしてキッチンハイター、業務用のやつ、これもめちゃくちゃ売れてるんですよね。まずはこれもうめちゃくちゃでかいサイズということで、これ 33% 引きでございます。そしてっていうか、これ買っとこうかな、これ買っとこう、これは買っとこう、うん。そして付け替え用ということで、こちらなんかも、はい、なんとこれ別に今回のブラックフライデーでもなんでもないよ、ブラックフライデーでもなんでもないわ。でもこちらが1本あたり398円でございました。そしてアタックですね、アタックゼロがなんと、2000円が1530円、ただでさえ安いのに1530円で売っております。これまたお得でございますね。嘘だろう、まあちょっとね、別荘での洗い物とかもあるので、これもありかもしんないな。しかも腐るもんじゃないっていうことを考えると、5個ぐらいこれ入れといてもいいかもしれません。
さあそしてエコバックス、これちょっと昨日私の動画で紹介したんですけども、こんな感じで汚水やばかったですよ。廃棄した時の汚い泥水みたいなの取れたんですけど、そんぐらい綺麗にしてくれる、はい、水拭きやばいです。やっぱりただ吸い込むだけじゃいけない、水拭きすることで本当に床面は綺麗になるということで、この X2 もう昨日モリモリで、これが 18% 引きで19万7820円、はい、いいお値段します、いいお値段。でもこれ最高峰の中の最高峰、8000パスカルでね、もう吸い込む吸引力もやばいからね。ただただ大丈夫です、ご安心ください。じゃーんと、はい、こちら私2台所有しております X1 主に D ボットのね、こちらになると 37% 引きで10万円切ってきました。99,800円でございます。こちら全自動で、見てください、この中で新しい水でモップを洗って汚水タンクの方に水が入るとね、汚れた水がそれを捨てるだけというものになっております。3リットルの大容量のゴミ袋なんかもついておりますよね。これね、マジで床面きれいになる。我が家ではね、お掃除一切しておりません。はい、一切は嘘ですね、はい、ロボット掃除機で基本的にやっております。そしてさらにお求めやすいというもので言うと、こちらですね、 36% 引きで 44,800円、 D ポットの N8 プラスでございます。モップの自動洗浄はないんですけども、これ水拭きちゃんと対応してます。これ水タンクも一応あります。ほんで雑巾をですね、毎回洗ってくださいねっていうものではあるんですけども、これもう本当にね、床きれいになるから、水拭きマジで体感してほしい。床面が綺麗になること間違いないんじゃないのかなと思います。ちなみにこちらだとカズさんコードっていうのがございますので、こちらのコードを入れて、概要欄書いてあるかな、リンクあるので入れていただくだけで、はい、値引きされます。これからさらに、はい、ぜひこの機会にロボットをねチェックしてみてはいかがでしょうか。そしてそしてそして、これ私自宅でも使ってる、モニターなんですけど、タイプ C 一本で映像もこれね、充電もこれできるようになってるんですけども、見てこれ 26% 引きで36,800円。おい、2回買ってんだって、ここ最近で、前回も買ったんだって。これいいよ、ある程度の価格で、そして使いやすい、これいいよということでね、 4mm S、 まあゲームなんかにも使いやすいってことこれね。はい、いやいやいや、楽しいでございますね。ということで、ちょっとこんな感じで終わりたいなと思います。いや、ちょっと喋りすぎたわ、いつもながら喋りすぎた。皆さんもね、おすすめの商品あるかと思いますので、ぜひコメントの方でね、教えてください、これいいですよみたいなね、ちょっとそれぞれの分野でね、ちょっと動画も今後作ってみたいなと思います。はい、ほんで今回紹介した商品ですね、概要欄の方にリンクございますので、ぜひチェックのほどよろしくお願いします。ギフトチャージなんかもしとくとおすすめだぞ。ということで今日はこんなところでまたお会いいたしましょう。じゃあの、あ、というわけで最後ちょっとお知らせでございます。ブラックフライデーが始まる、本番が始まる日、なんとですね、私ですね、神戸で物販イベントをやっております。ワクの T シャツやシェラカップをはじめ、このスパイスと生きていくということで、スパイスも販売いたします。そしてなんと、まだお見せしていないホムラシリーズですね、何年製のパーカー、そしてズボン、そちらなんかも試着できるようになっております。そこでちょっと販売はしてないんですよ、試着できるようになっております。ほんで、ズボンの方はなんとですね、同日 Amazon の方で販売開始となりますので、またよろしくお願いします。ショートパンツ、今 Amazon で取り扱っているのはショートパンツの方ですね、小さいサイズ全部ないんです。大きなサイズですね、体重がおそらく90キロとか100キロ、まあ、80キロ台もいいね、80キロ台、90キロ台、100キロ台の方が履けるパンツのみとなっておりますので、70キロ台とかだとちょっと大きめに感じてしまうので、はい、もしショートパンツもご興味あったらぜひチェックしてみてください。ということで、25、26、メリケンパークの方で私お待ちしておりますのでね、よろしくお願いします。じゃあの、あ、ちなみに購入いただけたら一緒に写真撮影とかしようぜ。はい、じゃあね。